はい、どうも皆さん、トライアングルです。じゃあ残り11個いきましょうか。いやー、ちょっと緊張してきたね。前回が、そっか、エクストラステージクリアして、これか、6の4と6の3が宝箱3つか。いきましょうか。でもこれ、あ、ちょっと待って、I'm sorry, here, sorry. これ3つか。でもこれ3つをゲットしたら相当大きいぞ。残り8個ぐらいになるのか。とりあえず吸い込んでボムに乗って、あ、そっか、ここでなんかボムの説明を読んだ気がするな。やべ、ちょっと剣の方が強いから剣にしておきます。ごめんね。これで、とりあえずファイヤー、ハンマーなって、いい、大事、別にどうでもいい。これでバチコリやると、ゲット。まずこれでゲットしてるもんね。ってことはやっぱりドロッチェ弾で、なんかバンバンやられて、宝箱すら落としちゃったの可能性もあるな。じゃあ行きましょうか。とりあえずここら辺の、今止まろうと思ったの。今止まろうと思ったんですけども、まあハンマーいらないでしょ。で、これで、いっちゃいます。普通に行きますね。これ特に関係のスイング。オッケー。はーい。これで下手すぎます。ごめんなさい。自覚あるんですよ。自覚あるんですけど、認めたくないんです。いや、認めてるけどね。あ、あった。ん？これ普通に行きます。で、はぁ、よう分からんの。あ、ちょ、まあ、いいや、これすぐになると、そう、何がいけなかった？日頃の行いか？うわっ、なんで行くとこなかった？ちょっと後で行きましょうか。戻りましょうか。もう一回やりますね。マジか。何がいけなかったんでしょうかね。とりあえず、で、あー、これか。じゃあ今回は、あー、そうだった。そうだそうだ。これ、ちょっと待って。行っちゃったんだ、これ。ほっ、ちょっと待って。よし、オッケー、ゲットした。もう帰る。もういい。もう帰ります。もう帰ります。モンドメイド帰ります。はい、帰ります。あー、そうだ。やっぱりここも宝箱確か落としたんだったわ。思い出した。え？ちょっと待って。さっきのところもう一回ちょっと行きますね。なんでだ？ん？あ、上があった。ここだ。こっちに行かないといけないのか。あー、なるほどね。なんだよ、普通。やめろよ。やめろよ、そういうの。オッケー。なるほどね。逆、上行かないといけなかったね。オッケー。じゃあ戻り、あとはもう、ドロッチ弾にやられないように、サクサク行くだけですね。もう、ダメージ受けないように帰ります。もういいです。宝箱いらないんで、もう、僕は帰ります。はい。敵にダメージ受けたら落ちちゃうんですよね、これ。上げる。別にいい。どうぞ、上げるから。いいから、ついてくるの。ちょっと上げるから。マジ。ちょっと待って。よし、オッケー。オッケー。お肉、Thank you。 よかったトム・ソーヤー、やったぜ。意味がわからん。よし、これであとはここか。残り8個ですね。じゃあ行きましょう。6の4。1個だけ。あ、バブル欲しい。あー、ここはなんか初めて僕がファイヤーソードになったところだな。ファイヤーソードになりますか？ちょっとついでなんでね。ほっ、せっかくなんでファイヤーソードで行きたいと思います。さて、ん？あ、ここだ。ちょっと待てよ。よく考えて。これで、これ普通に取っちゃう。あ、これで、ん？いい？こうして、はい。いいっすよね。やったぜ。普通にゲットできた。あれ、なんで前ダメだったんだろう。まあいいや。よしよし、これで、ラスト1個もゲットと。まあ、あとはもうするですね。はい、じゃあ行きましょう。戻ります。よし、オッケー。これで宝箱、ゲットだ。さあ、残り7個か。あと3つぐらい取りたいな。やったぜ。よし。さあ行きましょうか。これで、ここもすべてクリアですね。ということは、なんかブラックカービィできそうだったから、ブラックカービィやりたいな。ちょっとやってみようか。でも残り1個ってのが多いな。じゃあ7の1から行きましょうか。あ、これいいじゃん。ブラックシャドウカービィ。私好き。私この子好きよ。うん、シャディーカービィ。あ、ポン！どうでもいいです。ここで、待てよ。ゆっくり行け。ダメージ受けてもいい。ダメージ受けてもいいからゆっくり。いや、下がれ。常に下がらって。ここら辺に、ちょっと待てよ。ここら辺。あったこれ、ちょっと待てよ。ここから、ちょっと待てよ。ここで上行く。よし、オッケー。よし、これで宝箱ゲット。ということで、じゃあ帰りましょうというか行きましょう。もうあとはもう、どうでもいいです。どうぞ楽しんでください。本当に。全然いいんで、
一人で、なんか、ね、プレゼントでおもちゃもらったような、子供みたいな感じで遊んでいただければいいのでね。ありがとうございます。よし。さて、これで、残り6個か。近づいてきたんじゃねえか？やったぜ。よーし、オッケー。さあ、じゃあ次、7の2。2個取ってないのか。2個か。ここにはないですね。オッケー。一応こういうのもちゃんとチェックしておかないとね。行きましょう。こっちに確か、そうだよね。ファイヤーソードがあったから、これはいる。よし。よし、オッケー。ここら辺来てたら。いや、でもこんなわかんないとこ、見えないとこないやな。さすがにそこまではしないはず。だから、マジックゲットしといて。多分こういうとこにあるんだろうな。あった！よーし！あ、危ね。よし。よーし、オッケー。あと一つだな。ドロッチ弾か？ってことは、残り。残り1個ある。ドロッチ弾かもしれない。よし、行こう。さあ、ドロッチなんで。あ、よーし、よかった。あ、そうだ。思い出した。こいつ。ちょっと、待って。危ね。よし。返せよ。そうだ、ここで入ってっちゃったんだ。ちょっと待ってよ。いらない。やめろ。消えろ。よし、じゃあ、お疲れ様です。オッケー。やったぜ。オッケー。よし。よかった。ん？何？ゴーストメダル。カービィがお化けに。何？カービィがお化けに？何？怖い。何？はい、どうやらね、なんかそのゴーストマップ今ちょっと調べてみたんですけど、どっかの、ステージ1の、これここでいいと思うんですけど、の中ボスに、なんかね、そのさっきのゴーストがいるらしいんですよ。本当にどこにあるかはもう完全ランダムらしくて、ちょっと探してみたいと思います、ゴースト。どこにいんだろう ?1 の1って中ボスいた？行ってみようか、1の1から。多分ね、各ステージ、その1の1とかに、どっかに必ずその中ボスがいて、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、そいつを倒して吸い込むとゴーストカービィになれると。それはちょっと今回ゴーストカービィにならねばいかんということで、もうこれはお見せしたい。行きましょう。もう次多分最終回だと思うんでね。できれば最終回の前にそういうのはやっておきたいな。いるかな？中ボスいるかな？ちょっとそれ、中ボスいるまでちょっと、カットしたいと思います。見つかったら、出します。はい、いました。こいつです。こいつを、ドーン！ちょっと待って、やめろ！何？ちょ、やめて！何？ハイジャンプ、ハイジャンプ。おら！この無敵と言われたハイジャンプを見よう。こいつ絶対お前吸い込んでやる。お前絶対吸い込んでやるからな。おら、強い。ハイジャンプ強すぎ。マジ強すぎ打つ年やるでしょ。待って。よし。で、これで、吸い込むと、きたー！ダメ。きた、ゴーストカービィ。ちょっと待って、能力見よう。私、取り付きます。私、操ります。化けて出ますが、誰にも恨みはありません。多分。いろいろ試そうってどういうこと？何も説明がねえ。何もない。え？いろいろ試そう。わかった！これ、乗り移れるんだ、こいつに。敵に。ちょっと待って。やっぱ、ちょっと待って。え？強くね？だとしたら。ちょっと待って、こいつじゃわかんない。普通のさ、これは普通に攻撃するだけ。これさ、絶対さ、敵乗り移れるって。こいつ。ほら。あ！え？うわ、操作、これ今ね、僕、あれですよ。うわ、しかも、痛い。よいしょ。はい、こいつに突っ込む。しかもね、これダメージ受けないんですよ、僕は。これさ、こいつをさ、ちょっと待って。お前を吸い込めないか。あ、ダメか、お前はダメか。ちょっとやっぱ、強っ。
いや、これ反則でしょ。すげえ面白い。はい、ということで、今回、お化け、ゴーストカービィになってみました。これやばくない？超テンション上がった。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様です。残り、多分6個ぐらいかな、宝箱。ちょっとゴーストに夢中になって、全然ちょっと宝箱集めれなかったので、もしかしたら、最終回パート次回か、それかその次になるかもしれないです。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。